皆さんこんにちは。今回は北宋五士というですね、いわゆる北宋時代に現れた後にですね、朱子学として大成される思想家たち、彼らについて見ていこうというふうに思います。この北宋五士のうちの特にですね、帝位選と呼ばれる人は旧法統の中でも異彩を放った人ということで、まあ、前回やったですね、旧法統の中でも食学とかあるいは芝香の旧法統に加えて、この異選ですね、が中心となるですね、同学関係というのが出てくる。まあ、したがって、前回からのですね、連続として見てくれればいいわけです。で、この北宋五士というのは、先ほども言った通り、同学と、まあ、ここにですね、道の学というふうに書いてある通り、同学と呼ばれる学派として成立しました。では、この同学という人たちは一体ですね、同学に属する人たちは一体何を目的としたかというと、これは万物一体と、いうことを目的にしています。万物一体というのは何かというと、自分だけではなくてですね、すべての人、もの。まあ、今この画面には、後ろにですね、なんかなかなか綺麗な庭園が、ありますけれども、まあ、こちらの庭園に生える木であるとか、あるいは植物、鳥なんていうのも、まあ、見ればいるんですけれども、こういったものや、あるいはこの家のような調度品、すべてものですよね。あるいは自分の以外の他者、こういったものがいろいろ合わさって世界というのが構成されているわけですけれども、こうした万物っていうのが自分の中でですね、一体のもの、つまり自分と他者という断絶がなくてですね、すべて一つのものとして、動いている、あるいは生きていると。こういう境地に達すること、これが万物一体と。いうことになるんですが、この境地を目指したのが同学と呼ばれる学派の人たちであったと。そうするとですね、欧安石のような新学、新しい学とは違ってですね、あれは人間がその知性によってですね、万物を支配し、統御するということで、非常にシステマチックにですね、物事を操作する方向で思考を動かしてたわけですけれども、能学というのはそういったものも含めてですね、万物というのを一つのものとして捉え、その境地の中でですね、世界というものの生成、動きや生き死にというものに、沿ってですね、物事というのを秩序化しようとした。まあ、こういうことになるわけです。で、その能学を形成した人たちとして、有名なのが北宋の五士、北宋にいた五人の先生ということで、そちらに挙げた、周敦颐、逍遥、張祭、定公、定位と呼ばれる5人の学者がいます。で、この5人の学者というのは、実はそれぞれ、結構ですね、幅のある議論をしているので、全く同じ議論というのはしていないんですね。で、彼ら5人の思想というのが最終的にですね、朱子と呼ばれる思想家によって、集大成されて朱子学という形でまとめられていくと。まあ、こういう流れになっているわけです。で、今回は、その中でも、一番最初の周連慶という人、まあ、周敦颐ですね。周連慶、連慶というふうに彼は名乗ったので、号を立てたので、周連慶という思想家について見ていきたいというふうに思います。で、この周連慶という人ですが、著書には対極図説と通書と呼ばれるものがあります。で、周連慶のですね、特徴というと、やはり世界観をまず最初に提示したということです。世界観、この世界はどのようにしてできているのかということをですね、明確に説明することによって、そこから先の、それに基づいてですね、人はどう生きるかべきかとか、まあ、あるいは国家どうあるべきかとか、まあ、こういう議論ができてくるわけですけれども、周連慶はその世界観、を大変特徴的に説明した思想家になっています。では、このですね、周連慶の世界観というものを早速見ていきましょう。よいしょ。こちらですね、いわゆる対極図説と呼ばれているですね、図になっています。で、こちら、なんか変な図がありますね。で、この図は何かというと、上からですね、下に向かっ
って世界というものができてきたという説明の図になっています。まあ図見るとですね、1番目と4番目と5番目が全部ただの丸なので、なんじゃこりゃと同じじゃないかと思うかもしれないんですが、まあちょっと違うんですね。で、まず右側の方を見てみましょう。宇宙と書いてます。まあ宇宙っていうのは世界と同じで、この世界すべてを構成しているものということですが、まずこの世界、まあいつから始まったのかと、これはまあ宗教では神様が作ったとかいろいろあるんですけれども、まあそういうのは置いといてですね、論理的に考えると、まあ世界っていうのはどっかから起点があるはずなんですよね。もうずっと始めがないってことはありえませんから、どっかに始めがあるんです。しかしながら、その始めをですね、完璧に説明するということは不可能で、それを説明したつもりになっても、その神様が作ったでもそうですけど、それは証明のしようがないわけですから、論理的に訴求ができないわけです。したがって、その場合、まず最初に無という言い方をすべきだと。こういうわけですね。形がない。で、この形がないということは、何もなかったのと同様にですね、そこからどっかから始めがあって、秩序だってですね、宇宙ができている、世界ができているというわけですから、形がない中にも、この世界が出来上がってくるですね、そうした法則というものが、まあ、あったんだろうと。で、この法則というものを極と言います。で、なんで極っていうかっていうと、これ北極南極の極という字ですよね。北極南極というのは、全くですね、動きがありません。地軸が貫いている部分ですから動かない。それを中心に物が動く。ということで、極というのは法則というような意味で使われています。無でありながら、これからですね、宇宙を、形作っていく法則があったはずである。まあ、人間が論理的に説明できるのはそこまでだというわけです。で、このですね、法則というものが実際に働き出すと、これが下のですね、大極と呼ばれる何やら複雑なですね、図が出てくるわけですが、こちらは無である無極よりも、無よりもですね、その法則性を強調した図になっています。世界というものの一番最初は無でありながら、確実にですね、世界を形作っていく法則というものがあったはずである。で、これは無極でありながら大極であるという説明がなされるので、実はこの二つは無極にして大極で一つのものなんですよね。で、これを中心として、この法則自体は実は今日も、そして世界の始めの時も、そしてこれから先の未来も変わることがありません。つまり、いきなりですね、地面、天地が逆さまになってですね、人間が落ちてったりとか、重力がなくなってですね、人や物が浮き始めるということが、まずありえないのと同様ですね。世界というものには絶対動かしがたい法則があり、その法則に基づいて世界というのは形作られていくのである。ただ、それは目に見えることがない。初めの段階では全く形自体もなかったし、しかしながらその法則自体はちょっと難しい言い方になりますが、無でありながら法則はあった。これで無極にして大極。これが一番最初の状態だ。で、法則性があるならば、そこにはですね、無というのはある種混沌状態。つまり、まあ、この地上もですね、あるいは天も、他の万物というのもないわけですけれども、しかしながらそのもの、物質というのを形作るですね、まあ質量というか素材といったようなものは、あったはずである。そうすると、これが法則性にのっとって動き始めるはずである。まあ動かなければこの宇宙はできるはずがないので、どっかで動いたはずだ。そうすると、この無極にして大極の状態というものの中には、かすかなですね、動性というものがあったはずである。つまり、活発な動きをするものと、あるいは静かな動きをするもの、あるいは発散するものと、吸収して収縮していくものがあったはずである。まあ発散するとですね、だんだん気体化していってですね、これが、まあ、天になると。で、あるいは収縮していくものは溜め込んで、質量が重くなってどんどん下に沈んでいくから地になるといったような変化が起こってくるはずである。で、こうした変化というものが物質レベルで起こるためにはエネルギーが必要ですので、そのエネルギーというものも存在していたはずだ。このエネルギーが陰陽と呼ばれるもので、陰というのは先ほど言った収縮する働き、陽というのは発散する働きということになります。
質量自体の変化とそのエネルギーといったものの運動というものが、この無極にして対極の状態でかすかに始まってきたと。で、こうしたことが起こるにつれてですね、物というのは偏りができていきます。みんな均一なものがですね、まあ科学実験とかでもやったこと皆さんあると思いますけれども、何らかのですね、圧力をかけたりとか、あるいは温度変化を加えてやると、均一だったものがですね、分離したりとか、あるいは動き始めたりするんですが、そこには差ができてきますね。なぜならば、分子レベルでの偏りが起こり始めるからです。それと同様に、物質というものもその質量とエネルギーが動き始めるに従って偏りができてくる。そうすると大まかに分けて最大公約数で5つの属性に分かれる。それがこちらの木火土金水と呼ばれるいわゆる五行というものです。この五行という属性に基づいてそれぞれのエネルギー変化と物質の運動と、あるいは物質の変化とエネルギーの運動、まあどっちでもいいんですけれども、そういったことが起こっていくにつれて、その下の部分ですね、男性性と女性性。まあこれはあくまで男女っていうのは、まあわかりやすい例として言ってるわけで、外に向かってぐんぐん伸びていって、力強く、物事を進展していく男性性と、あるいは優しく包み込んでですね、育んでいく女性性といったものに分かれていく。それに従って、男性性と女性性が組み合わさることによって万物というものができてきたのであると。まあ、このような説明をします。この説明が優れているのは、基本的にですね、神秘的な説明というものをあまり用いようとしていない点ですね。つまり、これまで中世まではですね、宗教的な何らかの神様がどうしたとかですね、あるいはこうした奇跡が起こったと呼ばれるような、そうした証明不能なことっていうのを割と排除している説明ですよね。どこまで遡っても、どっかで始まりがあるということは無だった時があるに違いない。始まったというからには必ず何らかの基準、法則に基づいての運動がなければ始まりようがない。永遠に混沌ですからね。さっきと今とではルールが違うということになると何も物というのはまとまりませんから法則があったはずである。そうするとそこには物質的な運動やそのエネルギーのですね変化というものが存在するはずで、それが起こると偏りというのが起こってきて、それぞれの持ち前属性というものが発生する。その属性に基づいてそれぞれが関わり合ううちにですね、お互いに相性の良し悪しというのが決まってきて、男性性と女性性が生まれ、その男性性と女性性が合体することによって万物というのが生まれてきた、発展してきたのである。まあ特に生物に関して言えば全てオスメスがある。まあ例外的な動物というのはたくさんいますけれども、まあ基本的にはそのようにですね、男性、オスとメスがいてですね、子供が生まれていくのように、男性性と女性性というものが合わさって万物ができてくるのであろう。これは非常にですね、神秘的な説明というのをそぎ取った最大公約数的な説明になっているわけですね。で、この説明を受けるとですね、まあ特にここが決定的に違うと、そんなことをどうやって証明できるんだっていう反論がしにくい、まあそういうですね、世界説明になっているわけです。そうすると、修練系はこれに基づいてですね、人間というものの説明も試みます。この図、左側ですね。人間というのは、ただ肉体があるだけで人間ということはできません。それだったら死体をですね、つなぎ合わせて、ほら人間であると言っても、誰もそれは人間だと思いませんよね。あるいは、AI がいくら発達してもですね、そこにですね、組み込まれたプログラム以上のことができない限りにおいて、まあ仮に自主学習したとしても、まあ学習した内容以上のですね、創造性というものは存在しませんから、AI を見て人間だということはありえない。では何をもってして人間だというかというと、心があるから人間であると、このように言われるわけです。まあ仮にの話ですが、例えば、アニメだとかですね、あるいは、まあそういった空想のですね、映画なんかで、人間の心、脳みそかなんかをロボットにポンと入れてですね、その脳みその中に感情があって、かつての記憶を引き継いで喋ったり動いたりすれば、その人は体はロボットであっても、おそらく他の人は
彼はまだ生きている人間であるという感覚、錯覚に陥るでしょう。これはなぜかというと、人間である条件は心があるからです。で、この心というのは無ですよね。心はどこにある？みんななんとなく感性でですね、慣習的に胸を指しますが、胸に心があるという証明は不能ですので、それはあくまでもそういう感覚である。別にそうじゃないとは言いませんが、心はここにあると指し示す、具体的にものとして見せることはできませんので無である。しかしながら人間というのはその心に基づいてですね、行動をするはずである。しかもその行動というのは、感情や行動というのは支離滅裂ではなくって、何らかのですね、基準に基づいて、それがいいか悪いかは別にして、基準に基づいて、動いたり、喋ったりしているはずである。つまりここに心というものは無にして法則がある、そういう主体である、このように修練家は言うわけです。で、この心、主体である心というのは誠であると言います。なぜならば人間は慣習的に悪に染まったりですね、することはあっても、生まれた時からですね、赤ちゃんの時から子供になるまでですね、生まれつきものすごく邪悪でですね、常に人の不幸を喜ぶ赤ちゃんというのは存在しませんので、原則的に人間というのは、誠である。このように言います。まあ、つまり余計なですね、慣習であるとか、擦り込みであるとか、そういったものに染まっていない状態ですね。で、この心に基づいて、気というものが動き始める。気というのは先ほど引用で説明した気ですが、気っていうのは基本的にですね、説明概念であって、気って何ですかって言ってよくですね、気体であるとかガスであるとか、いろんな説明する人がいるんですが、実際問題ですね、これ、気って何って言うと気としか言えないんですよね。まあ、エネルギー的なものを指して気ということもあれば、中国の古典を読んでると、物質そのものを気って言ってる場合も、非常にたくさんありますので、要するに、こうした精神的なものに対置されるですね、物質的な存在、物質とそれを構成しているエネルギーをトータルで気って呼んでるわけです。で、この気というものが、心があることによって初めてですね、動き出す、生き始めるわけですね。体であるとか、外物であるとか、こういったものも気です。先ほども言った通り、物質的なものの総称ですから、我々の体や、元気、エネルギーといったようなものも気ですし、ここにあるですね、木とか鳥とか、あるいは家とか、いったようなものも気です。こういったものが動き出す。で、そうすると、それが動き出すことによってですね、人間というのは全くの偏りがないってことはありませんので、その運動変化に従って、人にも属性、五行というのが発生し、それが男性性と女性性、それぞれに分かれていって、で、男性と女性。まあ、人間としての男性、女性が組み合わさって子供が生まれるという説明もさることながら、同じ同性同士でもですね、男性的、女性的といったようなことが組み合わさることによって、その協力関係によって様々な家庭であるとか、会社であるとか、社会であるとか、そういったものが生まれていって事業として成立し、万物は発展していくんだと。このような説明をするわけです。そうすると、この宇宙説明がですね、世界説明が基本的に余計なものを削ぎ落としたシンプルなものであるがゆえにですね、この人間説明というのも非常にわかりやすいですよね。心というのは無でありながら法則性がある。そしてそれは生まれつき、すれてる人間はいないので、誠である。この誠の心に基づいて人間というのは、まあ食べたり飲んだり動いたりですね、様々なものを知ったりとか作り出したりすることによって、どんどん発展していくのである。こうして世界が出来上がっていくんだよ。こういう説明も別に何ら無理な話ではないわけですから、そうだねと受け入れられる。これががっちり組み合わさると、意外とシンプルな説明なんですけれども、実はこれが非常に強い力を持つんですね。それは、太字で書いてある誠という部分です。この誠っていうものであるからこそですね、気というものは次々と生成発展していくんである。逆を言えば、この誠という状態を維持できなくてですね、偏りのままに任せてしまうと、先ほどの宇宙説明の部分の対極の部分、法則性というのがない状態になってしまいますよね。
具体的に言うとどういうことかっていうと、勝手放題にですね、自分の思いつきとかその時の感情に振り回されて、この対極部分に該当する人間の心の一貫性というものが失われてしまうと、皆さんもご存知の通り、感情の起伏が激しかったり、わがまま放題だったりしてですね、言ってることややってることがしょっちゅう変わるような人になると、当然生活は破綻しますし、仕事はうまくいきませんし、人の信用もなくなるので、崩壊する。それはちょうど宇宙から法則性が失われたのと同じような状態になっているというふうな説明になるからです。つまり何が言いたいかっていうと、宇宙と同じような構造を持っている人間というのはそれだけ崇高な存在である。なので人間によってこの宇宙というのは統括的にですね、含み込まれて生成発展していくんだ。人間だけがこの宇宙と同じように心の法則性に基づいて万物というものをしっかりとですね、調和させ、そして一つの世界として生成発展させていくことができるんだ。であるから人間というのは誠でなければならないんだ。こういう説明になってくる。つまり、この世界説明というのは実は誠というものの絶対性をクローズアップしてですね、それだけ人間というものはしっかり生きなくてはいけないんだ。誠でなくてはいけないんだということを強調するのが目的ということになります。ではそれをどのようにするのかというと、こういうことです。こっちもシンプルな説明で、修練家はですね、外物と接した瞬間に悪に流れることがないよう心を中性に保てばよいと言います。先ほども言った通り、誠というのは人が生まれつき持っている心ですから、すれないように、外物に接してですね、あるいは他者に接してですね、そういったものに、まあ、喜怒哀楽動きますよね。浮かれて調子に乗ったりとか、腹が立ってイライラしたりとか、そういったことが繰り返されると、次第次第に横しまになってしまうので、それではいけない。じゃあ人間というのはそうした外物に触れたときにですね、どうしても心がパッと動いてしまう。このパッと動く前の瞬間を捉えてですね、そうした悪に流れる。まあ、調子に乗ったりとか、あるいは怒って相手を恨むようなことがないようにしなくてはいけない。このパッと動く瞬間です。人間というのは何かに接したときにですね、ワンテンポ置いて、反応をします。このワンテンポの瞬間、なんとなくみんなって受け止めるのに手一杯なんですが、その瞬間を意識してですね、それに飲み込まれないようにすること。これが大事である。これを気という、気は兆しです。もうほんの一瞬なんですね、人間というのは。ちょっといいものに、美味しそうなものに、近くしたとか。非常にですね、綺麗なものを見たとか、こういった時、あるいは悪にパッと触れたとか、非常に不愉快な発言を受けたとか、まあこういった時に気になるわけです。この時に動かさない。ではどうするかと。まあそんなですね、名人言みたいなことなかなかできませんので、主性無欲ということを修練家は言う。主性無欲というのは常に静かであること、そして欲がないようにすること。人間というのはどうしてもですね、活発に動きたがる人っていうのはたくさんいますね。常に新しいものに触れたいとか、刺激を受け続けたいとか、動きたいというようなことがあるけど、修練家はそれはですね、自分で進んで不安定なところに身を置いて、心をガチャガチャ動かしてしまうことであって、大変危険なことだと言います。なので、彼はですね、日常生活において、普段通りの行動を淡々と行っていく。それに飽きることなくですね、淡々とこなしていく。そうすると心が静かな状態になっていく。で、その静かな状態というのは常に保つのである。静を主とするんですね。で、そうすると欲というものがだんだんなくなってくるので、この気というものが常にですね、起こるというのを避けることができます。そうすると自分の心を誠に保てるので、まあそういったですね、バタバタしたガチャガチャした世界で生きる人から見たら何の動きもないつまんないように見えますが、実はささやかな、毎日同じことの繰り返しに見えるようなささやかな日常の中にとてもですね、奥深い、ささやかな変化というのがたくさんあって、その静かな変化というものの中に、
長い時間をかけて世界というのが調和していく。まあ自分自身の生活も調和しますし、そうした人たちの生活や仕事というものを通して世界というものが少しずつ調和的に発展していくのだと。だから主性無欲でなくてはいけないというふうに言います。つまり我々が新しいものや刺激の多いものに触れたいというようなことを持ってですね、実は発展しているとか、変化していると考えがちなことは、本当は実は修練家に言わせれば、ただ単に混乱の中に振り回されているに過ぎないんだ。そこに待ってるのは疲労とですね、そして崩壊である。こういうふうに言うわけです。そうじゃなくて、自分の心の中の、あるいはささやかな生活の中のちょっとした変化というものを、取り守ってですね、それを楽しんでいくような姿勢によって世界というのは動いていくんだ。これがですね、修練家という人の思想でした。まあ、そういった意味で言えば、大安石と相性が悪いことは一目瞭然なわけで、彼もまたですね、道学という学派の中で、この始めを提唱したわけですね。では、他の北総五士についても続いて見ていきたいと思いますが、今日はこの辺にしましょう。では、また次の時間にお疲れ様でした。